じゃあこんにちは。はい、わあ元気なあ、はあ、元気。豊さんテカってます。いやもうお前もテカる、テカるだけテカりやがってもう二人ともテカってますよ。そうそうそう。さあ豊さんの、はい、今シーズンの12チームの勝手に予想オーダー、そうだな、ラストです。ラストな、ここまで来ました、はい、今まで全部で10チーム、10チーム見てきまして、ラストの1チームずつ、そう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 、もう引かなくてもいいんですよね。まあ引かなくてもいいよね。もう最後、まあ、我が DNA と、そうです、我が西武と、我がでもないか、まああの友人が監督をしている西武ですよ、ね、はっちゃんもね、そうです、はい、さあこの2チームを最後見ていきたいと思うんですけれども、はいね、じゃあまずは豊さん DNA、はいはい、お願いします。はい、 DNA は1番桑原、はい、あ、桑原選手、はい、もうここはあの1番でね、もう決まってるとか固定、まあそうだね、ずっとですよね、はい、はい、そしてで2番、はい、牧、え、なんで、え、あの牧選手ですか。そうだよ、4番じゃなくてですか。いや、オースティンが残ったじゃん。はい、だからオースティンでいいんだよ。え、じゃあ例えば3番とかでもなくですか。3番佐野、はい、うん、で4番オースティン、あれ牧選手が、牧は、うん、これはね、何でもできる子だから、はい、エンドランやらしてもうまいだろうし、うん、右に打たしてもうまいし、はい、引っ張ってもうまいし、うん、何でもできる子、速いボールにも対処するし、はい、遅いボールは溜めて打つし、何でもできる選手だから、細かいことを考える打線じゃないだけに、はい、あのやっぱり2番牧で桑原が出た時にチャンスを広げてほしいんだよね。じゃあ例えば桑原選手がその塁に出た場合、牧選手がバントという形ではなく、全くない、もうここはもう9回サナラの場面だけだよ。あ、そういうことがあり得るのだったんですね、うん、ノーアウトで1塁だったら打たせてもいいぐらいだもん、牧選手9回だって。あ、そうなんですね、うん、じゃあここはもう積極的な、いわゆる2番、もう積極的な2番でいい、はい、で、3、4、5、まあ、佐野ね、はい、まあ、安定の佐野、はい、で、オースティン、勝負強いオースティン、はい、で、宮崎、まあ、宮崎も牧と同様、何でもできる選手だから、うん、右に打てってたら確実に打てる選手だから、はい、で、外、あ、もうこれもそうですね、定番というか、はい、で、森、あ、ここに森選手が入ってくるんですね、うん、はい。で森が成長した時には、はい、やっぱり1番に持っていくか、うん、2番の牧をクリーンアップの中に入れて森を上げるかとか、あとか、はい、いろいろできるんだよね、はい、うん、で伊藤光と、うん、キャッチャー、まあ、ここら辺は戸柱でもいいし峰井でもいいし、はい、まあ、山本っていうのもいるし、はい、まあ、高城っていうのもいる、うん、ね、まあ、ここら辺は臨機応変に考えていけばいいよね。もうやっぱりそのあれですね、細かい野球というか、そのやっぱり長打とか、うん、なんかこうね、そういう野球です。あのね、横浜スタジアムで、うん、やる場合に球場が狭いし風もいいし、はい、やっぱホームランの確率って上がるんだよね、はい、で長打の確率っていうのが上がると、うん、やっぱ細かいことをやるよりも、うん、やっぱこの打線を組めるんであれば、はい、やっぱこう打ち勝ちたいよね、うんうん、そうですね。でね、特に足がある選手っていうのはいないわけよ。いないです、ね、まあ、桑原がちょっと速いのと、はい、森ね、うん、まあ、桑原は持久走が速いんだよ。でも持久走が速いんだよ、3周ぐらい回ってた、うん、そうそう、3周ぐらい走らせたら1位で帰ってこれるんだけどさちょっと距離が短いですから、ね、そう、累間ではまだまだそんなに特別速くはないわけよ、うん、なるほど。やっぱ森なんだよね、速いのは、だからこの森を 1,2 番のどちらかで、あ、まあ、打てるように育てたいんだけど、はい、だけどまあ桑原と森ぐらいなんだよね、足が、うん、足を使った攻撃がこう可能なのはね、はい、でもあとはそうでもない、そうですよね、うん、そうなってくるとやっぱ細かいことよりもとにかくつなぐ、うん、打ち勝つ、まあ、そういうことに特化した方がいいかな、もう DNA はそうだね、うん、で終盤に、はい、やっぱ山場が来た時には、まあ、バントであったり、うん、足のスペシャリストだったり、はい、そこを置いとくという、あ、ベンチに、ベンチに置いとくという、はい、そういうことをやるといいかなという、まあ、生きてきますよ ね、 そうだね。でも守備固めがいる選手っていうのは、はい、まあ、佐野でしょ、はい、まあ、外でしょ、はい、で牧もセカンドやるんだったら牧もいるかな、うん、もう本当ベンチ一体で戦うという、はい、そういう風なシチュエーションになったらいいよね。そうですね、うん、だからまあ外がファーストやるんだったら牧をファーストにやって、まあ、セカンドに誰か守備固めで入れるとか、はい、
ね、そういう風に なるといいよね。そうですね、はいはい、さあそしてパリーグです、はい、パリーグは西武です。西武、はい、ね、一番若林、あ、怪我から治っておめでとう。いや、よかったですねっていうふうに言いたいよね。で、今そうですけど、でももうそうなりますよね。そうだね、はい、はい、だからまあ若林がどのぐらい走れるかね。そうですね、あ、だから怪我する時点で20盗塁してた春先で。いや、でも行くんじゃないかっていうふうにね、盗塁を思ってた。終わってみれば盗塁王が24個ってちょっと少ないですね。あの時点で20個走ってるんだったら、もう若林にやらよかったんだと思うよね。そういうわけにいかん。そうですね、うん、ただ怪我でね、うん、出てきたと思ったら本当に怪我が痛かったので、まあ だからまあ若林、はい、で2番源田。お、源田選手はあの昨シーズン1番なんか持ったりとか、そうだ、ね、はい、してましたけれども、そこは2番にと、はいはい、で森、あ、鉄板ですねそこ、はい、はい、で山川、はい、山川選手、ね、で中村、はい、で殿崎、殿崎選手は、6番、うん、はい、はい、で栗山、はい、でウーネンティン、はい、でアイト、あ、アイト選手を、あ、でもやめようかな、やめる、いいですよ、ちょっと小賀を入れようかな、あ、いいですよ、小賀入れて、はい、森を DH にしようかな、あ、はキャッチャーを、キャッチャーを、まあ、中央大学の後輩なんだけどさ、はい、まあ、やっぱり優秀なキャッチャーらしいんだよ、はい、まあ、あんまり見てないんだけど、まあ使えそうだっていうような話でね。え、おお、じゃあ森をもう DH にしてバッティングだけ専念したら、この子はおそらく吉田を上回るぐらいの率で首位打者取るかも。やっぱりそのキャッチャーをやってるからいろいろ気をつかなきゃいけないっていうのは、やっぱ負担大きいよ、あるんですね、うん、でもキャッチャーじゃなかったら俺首位打者本当取るんじゃないかなと。まあ一回取ってるしね、まあ事実そうですよね、うん、だからそのぐらいのポテンシャルはある選手だし。じゃあ今の打順、最初に言った打順は森選手がマスクをかぶった場合の打順ですか？まあまあ DH でも3番だよね。DH でも3番で、うん、で山川が終わり頃ポンポンとホームランをちょっと出しながら終わってんだよ、うん、昨シーズン、はい、まあその感じは俺掴んでんじゃないかなと思ってるんで、うん、だから今年は山川やるんじゃないかなっていうふうに俺は期待してるんだけどね、うん、まあ、いわゆるあれ一昨年でしたっけ、その西武がね各タイトルを総なめしていた時みたいな感じ。まあ、そうだね、まあ、中村が若干こうやっぱ年齢的なもので、はい、まあ、出たり入ったりはするようになるとは思うけども、はい、でも彼の勝負強さというのはまだ残ってるしね。そうですね。で、まあ、殿崎、はい、まあ、怪我で離脱した、うん、でも殿崎が怪我から離脱してかあの戻ってきた時に、はい、やっぱり勢いを与えるよね、チームに、うん、だから殿崎の存在っていうのもやっぱ大きいし、はい、まあ、栗山がどうするかだよね、うん、栗山を DH にするのか、はい、まあ、ここら辺はもう臨機応変にできると思うんだけど、うん、おそらく古賀を使いたいんであれば取ったということを考えると、うん、森を DH にして古賀をマスクかぶらせるっていう機会も俺相当増えると思う。おお、なんかそれを併用しながら、そう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 、こう見ていくっていう感じになりそうですね。で栗山がそのなんていうの、代打に回ったりだとか、はい、まあ DH で、まあ、もちろん使われたりだとか、うん、まあ、守備につくことはおそらくあんまりないとは思うけどね、はい、まあ、そういうふうな使い方をしていくんじゃないかなっていうような気がするよね、うん、あと西武が外野手、うん、新外国人取りました、うん、ブライアン外野手、うん、これダルビッシュ投手がツイッターかなんかで一緒に、まあ、パドレスでプレーしたことがあって、うん、最高にワクワクしてますっていう、その日本で見られることがって言っていた、うんうん、ブライアン外野手を取ったんですけど、うん、この取ったとなると多分まあ使うと、まあ、どっかで使うよね、はい、ってなるとこれはどうなるんですかね。使うとなるとどっかに、まあもちろん、まあウーネンティンが外れるとか、あ、まあセンター入る若林、うん、まあ若林がダメだったら金子とか、はい、センターに入る選手はたくさんいると思うんだけど、はい、だからそのウーネンティンだとか、まあこの中だったら栗山とだとか、はい、アイトだとか、はい、まあそういうところを外していくんじゃないの。あ、入れて込みながらっていう形になる、ね、まあうまくアジャストできればいいけどね、日本の野球にね。そうですね、うん、だからまあそこだけだよな。そうですね、うんうん、でもまあお互いのチーム、はい、まあ、昨年は最下位だったけども非常に今年はやっぱ楽しみだよ。豊さんずっとそうやっておっしゃってましたね。もう楽しみでしかない。お、
DeNA と西武は DeNA もピッチャーが本当に10勝できるピッチャーがたくさんいるんだよ、素材的に。はい、これがこの打線をバックに自信を得て投げ出したら俺は勝てると思うよ。うん、で西武はもう投手王国だから、今やそうなってきましたね、多分だけどまだ始まってないけどね。まだ始まってないですけど、だけどもう本当に素材的にはもう揃ったっていう、で経験もさしたって。そうですよね。だから今年もうブレイクするしかない。隅田が10勝できれば本当投手王国の完成形だから。ようやく待ち望んでた辻監督が。だって高橋コーナーいい、今井はいる、松本はいい、ね、渡辺がいる、もう本当にいいピッチャーが揃ってきてるから、だからお互いのチームまた下克上が今年あるかもわからないという。そうですね、昨シーズンもそうだっただけに、最下位のな2チームが日本シリーズを戦ってるという、はい、すごい試合だ。今年もそうなる可能性は大いにあるということで、そうですね、このもちろんその西武と DeNA にもということですよね、はい、さあ12チームを見てきましたけれども、はい、これまだキャンプ前ですよ。そうだよ、新年明けて早々ですよね、まあ、大きなお世話なんだよ、ね、いや、ね、そうです、それを言うとこのチャンネルやってる全部が大きなお世話になっちゃうんですが、確かに、ね、ですが、はい、じゃあ豊さん、はい、キャンプが始まってキャンプが、まあ、中盤でも終わった頃でもいいですけど、もう一度これやりません？いや残しておいてな。そうで、1月とじゃあキャンプ終わる、キャンプ中盤でどう変わってくるか、どの選手が新しく入ってきて、どの選手が名前が消えるのかっていう、それには条件がある。何ですか？回ればだな。回ってないものもうできないよ。次皆さん、見たいと思うんだったら、ね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。